はいどうも皆さんこんにちは、スターディーの河野玄斗です。今回なんですけど、何をしようかというと、ルークから正解率 0.1% 以下の解けたら天才な超難問を見つけてきたというふうに LINE が来まして、でその問題がこちら。ある朝雪が降り始めた。除雪車は正午に動き出し、1時間で2マイル除雪し、次の1時間で1マイル除雪した。雪の降り始めた時刻は、ただし雪は一定のペースで積もり、除雪車は時間あたり一定量の除雪をするものとするという問題なんですね。僕が最初この問題見た時、そんな難しくなさそうだなっていうふうに思ったんですけど、ルークが言うにはアメリカでスノークラウドプラブレムとして結構難しい問題として有名だというふうに言って、まあおそらく解けないというふうに言われたんですね。でそのルークがもしかしたら解けないかもしれないけど、解いてる過程をぜひ動画に収めてほしいっていうふうに連絡が来たので、で僕もその問題頭の中でちょっと考えてみたら、意外とその紙が必要だなっていうふうに思ったので、今回生で解いてどういうふうに僕が考えているのかっていうところを見せていけたらなと思います。まあもし解けなかったらこの動画自体ボツになると思うので、まあ、皆さんが今見てくださってるのであれば無事正解だったというわけですね。それからちょっとしたミスがあってテロップで修正が入るかっていう感じだと思うんですけど、頑張りたいと思います。まあとりあえず正解率 0.1% 以下らしいので、もしできたよって方いたらコメント欄でできましたっていうふうに、そしたらもう天才ってみんなでコメントし合ってください。はい、ということで早速やっていきましょう。はい、じゃあやっていきます。除雪車は正午に動き出し、1時間で2マイル除雪し、で次の1時間で1マイル除雪したということは、最初の1時間で2マイル除雪して、次の1時間で1マイル除雪したということですね。でそれで1時間1時間だから、要はこの1時間の間にさっきの1時間分もう、要は雪がどんどん積もっていってるわけだから、こんな感じでこっちの方が時間がかかってるよっていうことですよね。うん、で要はどれだけ積もってるかっていうことなんだけど、どういうふうに考えるかというと、どうするんだ、だから除雪車が動いてるわけだから、除雪車がここに来た瞬間のにどれだけ積もってるかっていうことを考えていけばいいという感じなんですかね。だから最初に雪がある程度降ってて、でどんどん、除雪車が進むスピードが遅くなっていくと。だからかかる時間的には最初は早いからちょっとしか積もっていかないけど、どんどん積もっていくと、遅くなるから。でここを処理してあげてるわけですね、多分除雪車は。ここを処理してあげててっていうふうに、どんどん指数関数的に大きくなってるっていう感じなんですかね。そうするとまあもちろんスピードも落ちていくと。だからこれを何かしらの式で表してあげればいいっていう感じなのかな。で雪は一定のペースで積もり、除雪車は時間あたり一定量の除雪をするものとする。まあだから一旦まあ2マイルと1マイル、あと1時間っていうその時間と、位置の、条件が与えられてるわけだから、まあおそらくこの XT グラフっていうものを考えてみるという感じかな。XT を考えてあげると、まあじゃあ雪の降り始めを0じゃなくて正午を0としますか。正午を0とすると、最初勢いよく進むけれど、途中から滑らかになっていくと。なだらか、ん？最初は早いけど途中からゆっくりになっていくというわけですね。で、だからあれか、微分方程式を使ってるんだね、多分。その速さの部分が、速さの部分が一定ということを使うと、その時に積もってる雪っていうものの逆数の速さだけ進んでるというわけ。逆数の分だけ動けるわけなんですね。まあ、
逆数の分だけその速いというわけですよね。速度が逆数に対応していると。だから dxdt のこの速さの部分がこの時に積もってる x t 秒後に x の値に来てて、そこで積もってる雪の量を考えてあげればいいから、じゃあここの降り始めから t0 秒あったとすると、k カッコ t プラス t0、 この k は定数で分の1というふうに言えるのかな。まあ、これはそうだね、あくまでこいつが積もった雪と、の分の1、まあ分の1っていうか定数もう一個書いてあるけど、だから積もった雪分の何らかの定数で速さになるから、この k 分の k' をもう一回、まあ、定数何かしらの k で置き直してあげればよくて、そうするとこいつ x を t で微分するとこういう風になりますよっていう風に言えるわけだから、 x っていうものが k ログ、ログ出てくるんだね、 t プラス t0 とプラス c っていう風になるわけですね。だからあとはその t と x の2つの条件を入れてあげて t0 と c を求めてあげればいいのか、ん違うな、 k もあるか、あだからあれだ、初期条件か、初期条件を考えてあげる。初期条件があって、そうだ、微分方程式っていうのは基本的に1回微分があるわけで、それを積分してるわけですよね。積分することによって、で積分することによって一つ何かしらの定数が出てきてしまうけれども、初期条件によってその定数がキャンセルされるという感じですかね。初期条件が t が0の時 x イコール0かっていうものをこれに代入してあげると、はい0でここが0だから k ログ t が、これ絶対知らないね、かっこいいでしょ、 k ログ t が、あ c がマイナス k ログ t なのかってことは x は、これ入れてあげれば k ログ1プラス t0 分の t か、あ t 分の t0 か、そうだね、t が0入れたとき t0 ん t の0、これ違う、これか t0 か、間違えた、だから t0 分の t か、まあその t に0入れたときに x が0になってるからね、ログ1が0だから問題なさそう。で次にやることは、これか、 x イコール2の時に、あ t が1の時に x が2で、 t が2の時に x が3っていうふうに入れればいいから、 k ログ1プラス t0 分の1が、2か、で k ログ1プラス t0 分の2が3で、これを解いてあげればいいと。まあとりあえずこんな感じで解けそうですね、普通に。ただし本当にこんな計算をさせるのかと、まあでも難しいで有名だから、まあそういうことなのかと思うんですけど、でまあ定数が k と t0 ということで、 t0 の方を求めてあげたいわけだから k を消去すると。だからこれ分割ってあげればいいかな、だって分数にしてあげて、これ分のこれイコールこれ分のこれと、だから分母を払ってあげると3ログ1プラス t0 分の1、まあ書いてか、1プラス t0 分の1イコール、2ログ1プラス t0 分の1になるか、だから、まあ、これ3乗とこれ2乗っていうふうにしてイコールで結んであげればよくて、もうあとはただの計算ですね。まあ、無事解けたと言ってももう過言ではないでしょう。よし、まあ、今、朝の6時なんでね、頭は回ってないんですよ、ちょっとテンション低いんですけど、これを解いてあげればよくて、まあ、一旦 t0 の3乗をかけてあげれば t0 プラス1の、こっちは t0 プラス1の3乗になるから t03 乗プラス 3t02 乗プラス 3t0 プラス1と、でこっちの方は、t0 の3乗をかけると t0 かけ、中身の t0 プラス2の2乗になってるから、
T0 3乗プラス 4T0 2乗足す 4T0 か。でこれを解いてあげると T0 2乗足す T0 引く1イコール0。だから書くとこんな感じになって T0 が2分のマイナス1プラスマイナスルート5だけどプラスの方がね正だから、だから時間、だから12時の2分のマイナス1プラスルート5時間分だけ前ですよというわけですね。これ黄金比だから、まあ、大体、まあ、これ富士山の方に、まあ、0.618 ぐらいか。で 0.618 時間ぐらいだから、まあ、これに60かけてあげて、37.08…、まあ、だから37分ぐらいですかね。だから、12時から巻き戻すと答えは11時23分と、23分っていう感じで求めましたという感じですね。まあおそらく、まあ計算ミスさえなければ多分合ってるので、で、この計算が間違ってたらこの動画はお蔵入りということで、ちょっとルークに11時23分というふうに後で送って結果を待ちたいと思うんですけど、この問題自体は、まあ X と T で除雪車が1秒1秒ごとにどん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 遅くなっていくっていうことで、要はその瞬間で考えなきゃいけない。だからこそこういうふうな、微分方程式的に立式してあげるというふうに考えていったわけですかね。あ、で一応ちょっと予備、今更予備知識言っても遅いんですけど、その1の時間微分が速さになってるっていうのは、まあここまで見てくださった方は多分大丈夫だと思う。はい、お蔵入りにならないことを願って、はい、今回はこんな感じで動画を終えようと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。